韓国の国家鉄道公団が、8月15日の光復節77周年の記念コンテンツに日本の新幹線の写真が使われていることに対して、ソンシン女子大学のソギョンドク教授がこれ以上、業者を言い訳にするべきでないと批判した。ソ教授は16日、自身の SNS に国家鉄道公団が光復節77周年を記念して作った SNS コンテンツに日本の藤山を背景にした新幹線の写真を使用し、大きな物議を醸していると明らかにした。続けて特に対極旗のデザインを背景にしている左下に無軍ファを描いている状況で、このようなことが起き、大きな議論となっていると指摘した。これに対して公団側は16日午前0時頃 SNS に掲載した 8.15 光復節特集のコンテンツに不適切な画像が使用された事実があったと謝罪文を掲載。また公団関係者はマスコミに SNS 業務を引き受けた業者がミスをしたものだ。コンテンツを事前にきちんと確認できず、問題になった後も迅速に削除できなかった点をお詫びすると述べた。ソ教授はどうやったら大韓民国の公共機関で光復節のコンテンツを作るのに、このようなミスができるのか。ありえないことであり、これ以上、業者を言い訳にするべきでないと伝えた。業者側の過ちも大きいが、公共機関でさらに慎重にするべきだ。一例として公共機関が制作した映像にキムチをパオツァイと表記して物議を醸し、関係者が競争入札で選ばれた委託業者でコンテンツ開発を担当し、最終研修過程で間違いを見つけられなかったと謝罪した例がある。ソ教授は今回のことをきっかけに、これ以上、大韓民国の公共機関でこのようなミスを犯さないことを願うだけだと強調した。